懺悔の用意はできていますか？どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。天井龍斗です。さあ本日なんですが、ギャラクシーアイズサイファードラゴンがね、新パックにて登場したので、この最強モンスターを使っていきたいと思います。ギャラクシーアイズサイファードラゴンなんですが、アーク5でカイトが登場するんですよ。ゼアルだけじゃなくてカイト君はアーク5にも登場するんですが、アーク5に登場する、カイトのエースモンスターと、なっております。汎用レベル8、かける2汎用ランク8モンスターです。1ターンに1度このカードのオーバーレイユニットを1つ使うと、相手フィールドのモンスターをパクれると。でそのモンスターのコントロールをエンドフェイズまで得ると。でこの効果でコントロールを得た、モンスターの効果が無効化されて、攻撃力が3000になって、カード名をギャラクシーアイズサイファードラゴンとして扱うっていう、まさにジャイアンみたいなね、効果を持っています。はい、相手の表が表示であれば何でもパクることができると。でターン終了時までこのカード以外の自分のモンスターが直接攻撃をすることができないという、まあ、こういうね、効果になっておりまして、このモンスターめちゃくちゃ強いんですよ。ワンキル性能がクソ高くて、でまあ、これどうやって使っていくかっていう感じなんですが、今回はねサイファーをちゃんと作ってきたんで、サイファーをね、サイファーデッキで使っていきます。まあちょっとサイファーじゃないやつがちょっと若干混じってるっていうのはちょっとご容赦いただきながら見ていただければと思うんですが、まずですね、初動に使えるモンスター、サイファーって結構ねレベル4とかレベル8を並べるのが得意なんですよ。例えばですね、これですね、サイファーツインラプトル。これ、まずそもそもあのエクストラデッキから特殊感が出たモンスターが相手フィールド上にだけいると特殊感できるよっていう特殊感条件を持ってまして、で手札を1枚捨てると手札デッキからサイファーモンスター特殊感できるよという効果を持ってます。で、デッキから特殊感できるのが強いんですけど、これで出してくるのがこれですね、サイファーバイブレーン。あちらの手札コストなんでもいいです。で、サイファーバイブレーン君はこれ1ターンに1度自分のフィールドのサイファーモンスターを2体対象にとって、それらのモンスターを、ターン終了時までレベル8にするっていう効果を持ってますんで、これを出してくると、簡単にレベル8が2体並ぶことになりますんで、まあ、だから、これが出せると。まあ、ちなみにレベル8なので、他にも出せるかなと思うんですけども、この、スインラプトル君のこの効果の制約、この効果の発動後ターン終了時まで自分はサイファーモンスターしか特殊ができないって書いてあるんで、こいつを使った場合はこいつぐらいしか今出すものがいないっていう感じですね。で、サイファーウィングはサイファーがいると特殊召喚手札からできるよっていう超緩い条件で特殊召喚できるモンスターで、で、こいつは特殊召喚自分でできる能力がないんだけど、こいつはね自分の墓地へ送られたターンのエンドフェーズデッキからサイファーカードを1枚手札に加えるよっていうめちゃくちゃ強いこと書いてあるんですよ。なのでこれをですね、ネオスフュージョンっていうなんか愚かな埋葬と言われているデュエルリンクスは、デュエルリンクス界愚かな埋葬で、まあ、叩き落として、初動にもなっていくし、あとネオスが非常に硬いので効果破壊耐性ありますからね、実質1回なので、まあ、この辺のモンスターを使って、まあ、初動を安定させていくっていう感じですね。サイファーの出し方はバイブレーンとなんか適当などれかサイファーか、まあ、もしくはツインラプトルですね。で、この辺がない場合でも、サイファーミラーナイトとサイファーウィングでレベル4並べて、例えばパラディオスとか、それからまあデッドリーシーンとかっていうのは、言えますんで、まあ、この辺をね活用させていく感じになりますかね。あんまり ねギアギガントクロスを出すことがほとんどなくて、ギアギガントクロス出せるハンドっていうのはサイファードラゴンが出せるハンドなんで、まあ、ここいるかどうか微妙なんですけども、まあ、エクストラデッキはちょっと調整をね、していただいて、まあ、やっていただければいいんじゃないかなと思いますね。で、こいつがね表側をパクる効果なので、デモンズチェーン入れました。まあ、月の書とかだとね、ちょっと裏側になっちゃうんで若干相性が悪いなと思ってデモンチェーンにしたんですが、まあ、ちょっと先行、高校から使えないのが若干痛いところですね。でバック除去しないと、まあ、もちろん月の書とか狡猾とか、まあ、デモンチェーンとかいろいろ踏むんでこいつがね、だからまあサイクロンはガンズリかなっていうそんな感じですね。でスキルなんですけど、これどうやってじゃあ、あなたワンキルするんですかっていう話じゃないですか。パクってもダイレクトアタックができないし、パクったモンスターがこいつが3000しかないと。そこでね、最強スキルが、ありまして、これ、ね、懺悔の用意はできてるかっていうこのスキルなんですけども、スキル名もスキル名なんですよね。自分のフィールドの、ナンバーズモンスター以外のギャラクシーアイズモンスターいったら攻撃力をターン終了時まで1000ポイントアップさせると。つまり、サイファードラゴンの攻撃力が4000にできるんですよ。はい、これマジで脳死でパクって相手をでサイファーの打点4000にしてぶん殴るだけっていうクソお手軽ワンキルができるんですごい強いです。まあ、ランクマだとちょっと連勝途切れちゃったんですけど、なんか7連勝した後に5連勝みたいな感じだったので、多分ね結構強いですね。まあ、月初プラチナ隊なんで微妙ですけど、めちゃくちゃ強いと思います、このモンスター。はい、最強です。ぜひ皆さんも1枚ゲットしていただきたい、そんな風なモンスターになってます。
やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、アンチノミデュエルモードフォトンチェンジ。手札はモンスターだらけなんですが、意外と手数は多そうです。これはちょっとね、ツインラプトルから展開するとサイファーしか出せなくなっちゃうので、まあ、そこだけねちょっとね注意をしていきたいといったところなんですが、見せてやろう。シンクロフライトコントロール OK。 シンクロフライトコントロール、ドリルフィッシュ、はい。テックジーナスもあれですね、マスターデュエルの方ではちょっとデッキ組んでね、一応あるんで OCG の方ではね、カードまだちょっと集めてないんですが、デッキにはデッキというか動画にはしていこうかなと思うんですが、ハルバードキャノンスラッシュバスターを出す構築になってるんですけど、僕の場合はハルバードキャノンスラッシュバスターをねドヤ顔で出していく構築になってるんですけども、これは、ゴーシンクロからのこれ何がいいんだ手札に。ここで一番やばいのはチューナー出されるパターンか。チューナー出してスターガーディアンの効果に、はい、スターガーディアンの効果、テクジナスモンスター1体を、はい、手札から何が出てくるかな、これはな。手札から何が出てくるか、ワールフ、はい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 、スターガーディアンの効果、カタパルトワールフかな。これあれが一番やばいんですけど、それそっちなんだ。でも回収するの特殊ショー、テクジナスワールフ、あ、あれそっちなんだ、謎だな。一応さ、これあれなんじゃないの、なんか2回収したらグリガンできんじゃないの、ターンエンド、俺のターン、あれなんか出すモンスター間違ってないですかそれまあいいや、相手のことは知らん。とりあえずまずデッドリーシーンかなんかで相手のモンスターの効果踏みに行くのが一番先決なんじゃねえかな。こっちから行くとサイファーしか出せなくなっちゃうんで、ミラーナイト召喚からサイファーミラーナイト、この人名前なんすっけ、サイファーウィングか、サイファーウィング特殊感でレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、これが強いですよね。なんか1回まずあのお伺いを立てて、相手のそのバッキがなんか知んないけどデッドリシンクなんかでお伺いを立てて、で、ダイヤウルフとか入れてもいいかもしれないね。これここダイヤウルフとか入れて相手のバッキを必ずショルみたいな構築にしてもいいかも。ちょっとですね、ギアギガントクロス出すタイミングあんまないですよね。まあ、先行でやることたまにあるかなぐらいで、あんまないんで、ギアギアとクロスいらない可能性はある。さあ、デッドリーシーンで、デッドリーシーンでお前のレベル5のチューナーは除外するって言うから、見せてやろう、使え、限界を超えた、スターガーディアンいいだろう、さあスターガーディアンいいだろう、スターガーディアンはいいだろう、はい了解。ナラシンクロ、これはなんだ、ブラックローズか、ああブラックローズね、でブラックローズガイル、それはどうわうわうわー、ネオスフュージョン発動ネオスフュージョン発動、俺はエロメンタルヒーロー、誰とでもネオスの魂と、こいつはね、あのね、ホモなので、男とも寝れます。何すればいいんだろう、墓地行ってるからな、サイファーミラーナイトが、サイファーミラーナイトを落とす必要性あんまないんだけど、ツインラプトル来てるからツインラプトルでいいか。こうしてでブレイブネオスの2600ダイレクトぶちかましていく、これが手数の多さってやつ。ちなみにエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターが今残ってれば、相手フィールド上にサイファーツインラプトル特殊召喚してからサイファードラゴン出してワンキル取りました。はい、最強です。まあちょっとこの開始のターンで何持ってくれるか分かるんですよね。でワーウルフはいいや、これでさ、破壊耐性だと思うんだよね、多分あのレベル7のなんかあやかし神とかは出せると思うんですけど、破壊耐性あるんで、ブレイブネオス君、これがめっちゃ強くて、多分ね、相手開始ね、マジでグリオンガンドとかじゃないと突破できない気がするんだよね、これ、あの戦闘でも一応破壊できないんで、ネオスフージョンあるからね、だから、あのハマちゃんとか、あと、あやかし神とかは無理で、でメテオバーストはそもそも打点が足りてない。なんでマジでグリガンぐらいしか書いてないんじゃないの、スクリューサーペントいい、スクリューサーペントの効果発動、はい、でスクリューサーペント効果レベル4以下のストライカーですね、はい、了解です、了解です、ストライカーなんだ、レベル4以下のモンスターが特殊召喚、あ、ワールフね、はいはい、テックジーナス、ワールフ、ワールフ OK で5から回収して、5から回収したところで強いやついないと思うんだよな、5回収で6したところで手札コストがない、コーラルドラゴンでも大丈夫、別にグリオンが入ってたとしても大丈夫、モンスターをシンクロ召喚、グリオンガンド来た、やはりな、それしかないよな。でもグリオンガンドが出されたってことは俺のライフは残る、ライフが残ったらサイファーは何でもできますからね。グリオンガンド君を破壊されると除外されたモンスターを特殊召喚できるっていう効果を持っているらしいが、
大丈夫だ。アンチノミとやら残機の用意はできてるか。俺はお前のモンスターを破壊しない。なんでかってパクるからだよ。おい伸びた、おいアンチノミ、お前のモンスターいただくぜ。なるほど、俺のターンだ。だが俺はサイファーミナーナイトを召喚、そして手札のサイファーバイブレーンの効果発動。このカードを手札から特殊召喚、そしてサイファーバイブレーンのモンスター効果発動。リード上のモンスター2体のレベルを8に合わせるとかいう雑な効果、雑に8にしていく。そしてレベル8が2体来るぞ。ユーマン輝く銀河に復讐の騎士に宿りと我がしもべとなれ。エクシーズ召喚降臨せよ。ランク8ギャラクシーアイズサイファードラゴン。うおサイファードラゴンのモンスター効果発動。サイファードラゴンのモンスター効果によりオーバーレイントを使い、お前のモンスターを私のフィールドにいただいちゃって、カードを置きましょう。そしてバトルフェーズ行け。ギャラクシーアイズサイファードラゴンの攻撃、殲滅の殲滅のサイファーストリーム。はい最強。さあお相手の方、DSOD の方の表遊戯くんですか。彼はうん、ガイアやだね。ガイアやだな。一応サイファー立てといた方がいいかな。一応サイファー立てとこう。ミラーナイトを召喚、そしてサイファーバイブレーンのモンスター効果発動。サイファーモンスターが召喚特殊召喚された場合、手札から特殊召喚をすることができる。そしてバイブレーンのバイブ効果発動。バイブ効果によりバイブレーションが行われ、8にしていくレベルを、全員のレベルをね。そしてこれ負けますかね。いやでも2体展開しても難しくて、こう3000だって意外ときついって言ってない。スキルショット、まあいいや。ランク8ギャラクシーアイズサイファードラゴン。よしドヤ顔エンド。ドヤ顔エンドするしかねえ。まあバックが伏せられない、または何ですか、あのネオスフュージョンがない場合はこういう場面になっちゃうんで、まあこれは仕方ないですね。ちなみにここにネオスフュージョンがあると、ネオスフュージョンでさらにサイファー、なんだっけあの人、サイファー見らないとかで墓地を食ってカードが1枚増えますんで、めちゃくちゃ強いといったところ。まあ1枚増えるっていうか、まあネオスフュージョン使ってるからあれだけど、ゴミをね、デッキの中のゴミを掃除しつつ、あの壁を用意しながら破壊耐性がある、サイファーミラナイトの効果で次の初動を持ってこれるっていう最強のムーブができるんで、ネオスフュージョンは結論入れた方がいいっていうことになりました。私の現れろ。何ブラックマジックしてる、これブラマジか、あこれあれか、幻想か、はいはい、幻想の見習い魔導士、いいだろう。幻想の見習いの効果によりブラックマジシャンを、手札に回収していく。なるほど、やるやんけ。ちなみにこのゲームに永遠の魂はない。カードセット手札から魔法発動。あザ雑死ぬ俺。これロット召喚とかないよね。大丈夫。オッケー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 。危ねえ。ゲロ危ねえ。死ぬ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 。で、サイファーミラーナイトの効果発動。墓地を食らったターンのエンドフェイズ。これはミラーナイトでいっか。ミラーナイトを手札に加えていくぜ。あの伏せカードなんでしょうか。先生、あの伏せカードも割りたいっす。サイクロンで。お願いします。はい、天才。はい、天才。ちょっとナビゲートかもしんねえな。ちょっとフリーチャンだこれ。ナビゲートだったらちょっとめんどくせえな。ナビゲーだったらワンキルが取れないが、まあ、ちょっとそしたらもうなんかエネアとかなんかで、ああイルジョマジックね、オッケー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 、了解した。これエネアでも出せるの結構強くて、まあちょっとそんなにいっぱいはしょれないんですけども、まあ、ブラックマーシャンはねしょるっていうことが一応デスキーいるかもしれないんで、これは結構強いというところで、マジシャンブラックイリュージョン1体短期だったら短期出しですか。あじゃあ懺悔させますね。懺悔の用意はできているか。サイファーミラーナイト召喚、そして手札よりサイファーバイブレーンのモンスター効果発動。そしてバイブ効果によりバイブレーションの効果、バイブレーションの効果によってバイブを行い、バイブによりレベル8になっていく。そしてレベル8のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、闇に輝く銀河よ復讐の騎士に宿れて我がしもべとなれ。エクシーズ召喚降臨せよ。ラッキー8ギャラクシーアイズサイファードラゴン。ギャラクシーアイズサイファードラゴンのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、お前のモンスターを私のフィールドに
いただいちゃって。そしてスキルを発動、懺悔の用意はできているか、懺悔の用意はできてんのかって聞いてんだよ。バトル、いけ、サイファードラゴンのダイレクトアタック、殲滅のサイファー、殲滅のサイファーストリーム。貴様の懺悔など聞く価値もない。さあお相手の方、おっと、ファンサービスさん来ました。最強のファンサ、最強のファンサ来た。さあハンティングの始まりだ。デュエルマザーフォトンチェンジ。人は俺をナンバーズハンターと呼ぶ。まあ呼んでる人見たことありませんけど、マジでナンバーズハンターと呼ぶとかって自分で言ってるけど、最初ナンバーズハンターって呼んでる人見たことあります？ちょ、俺ないんですよね。こいつなんか自分で言ってるだけなんじゃねえかっていう説がめちゃくちゃ濃厚なんで、僕信用しないんですけど、ギャラクシアでサイファードラゴン出していこう。そしてカードを1枚セット、ターン終了。トークと味わってくれよ。さあ貴様のターンだ。サイファードラゴン君、まあ、棒立ちエンドはなんか結構意味わかんないですよね。サイクロン、あ、まあいいや。サイファードラゴン君何の耐性もないんで、あんま先行で出すモンスターじゃないんですけど、カッターシャーク、なんだこれ、カッターシャーク、なんだてめえ、サメの領域でも使うんか、領域展開か。レインボーフィッシュとかヤバすぎるモンスター来たな。これあれかな、レスキューラビット入ってるタイプのランク4デッキか。さあ、ああ、なに、それはユートのカード、それはユートのエースモンスター、やばい、トレイズンディスチャージやばい、うわ、つえオーバーレイリジェネレート、オーバーレイリジェネレートテクだから、あれか、マジックカード素材にするやつか、やば、はい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 、重ねてエクシサにするやつね。鬼神の連撃は、あ、え、待って、このターン選択肢モンスターは一度のバトル編集に2回攻撃できる書いてあるな。あれあれちょっと待ってちょっと待って、え、ちょっと待って、4002年だ、やばない。